ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。あれ、セリさんだ。何やってるんだろう。セリさん、どうしたの？種を探しているの。種って植物の種のこと？そう、種じゃなくて草でも花でもいいの。多分こんなところじゃ見つからないと思うけど、もしかしたら見つかるかもしれないから。よくわからないけど、大切なことっぽいのはわかったよ。私も手伝うよ。一人より二人の方が効率も。もう終わったから気持ちだけもらっておくわ。あ、今の何だったんだろう。あ、何よここ。新鮮なのが一番ね。いつも通りだけど。ずいぶんと暇そうね。うん、多分すっごく退屈なんだと思う。この前もちょっとした刺激でもあれば少しは楽しめるのにって言ってたし。ん？ライザいらっしゃい。そういえばさ、聞いてよライザ、うちの畑にね、全然育たない作物があるのよ。全然ってどんな風に？それなりに育つんだけどね、実をつける前に元気なくなっちゃって、それでおしまい。なんか育てるの難しくってね、試行錯誤はしてるんだけど、そんな状態よ。水の量を調節するのとかは？それは最初に試したけど、その結果が今の状態。難しい作物なんだね。足りないのは栄養よ。え？その作物は他に比べてかなり栄養を必要としているの。だからもっとたくさん栄養をあげれば元気になるわ。栄養って言われても、それって今使ってる肥料じゃダメってことでしょ？それ以上の栄養って言われてもどうしたもんかな。それなら私が作るよ。栄養たっぷりの特製栄養剤よね。え、いいの？うん、こういう時こそ錬金術師の出番でしょ。すぐ作ってくるから待っててね。向かうつもり。よし、新しいレシピ思いついちゃった。何作っちゃおうかな。お、いい
何をしようか悩んじゃうな。さあ何を入れよう。どれもよくて悩んじゃうな。なんか見るからに強力そうね。超強力だと思うよ。栄養成分ググッと詰め込んどいたから。それは他の作物に使ったらヤバいことになりそうね。やめた方がいいと思う。多分腐っちゃうよ。でもそれくらい強い方が心強いね。ありがとうライザ、使わせてもらうよ。どこに行きますか？ここくらいなら。さて、どんなお宝と出会えることやら。欲しいものかも。とりゃー敵よ。そこ、ふっ、せーかー、レンドビロ。そこ、やっ、はっ、そこ、そこ、ふっ、そこ、せーかー、レンドビロ。動いて。ライザ、任せる。ライザさん、お願いします。どいて。そこ、やっ、はっ、伸びろ。届いて。連続よ。そこ、いや、見せてあげるわ。うん、ライザさん、お願いします。せーの、うん、そこ、正解。ライザさん、お願いします。ライザさん、お願いします。正解。楽勝楽勝。さ、早く進もう。もっともっと強くなるぞ。よーいしょ。神秘的な気持ちになるな。あった、これこれ。よーいしょ。ライザが喜びそうかも。よーいしょ。この敵は危険よ。みんな気をつけて。正解。連続よ。そこ、やっ、はっ、そこ、届いて。伸びろ。そこ、そこ、やっ、はっ、届いて。正解。連続よ。ライザさん、お願いします。そこ、正解。連続よ。届いて。そこ、そこ、伸びろ。止められない。引き取りなさい。そこ、そこ、さあ始めるよ。一気に行くよ。
楽勝楽勝。さあ早く進もう。私も実践で上手だけ成長できたことにはしないわ。とりゃとりゃ。こんなのも錬金術師にとってはさざえになるのかしら。てやこれ、おやつによく食べる木の実だ。香ばしくて美味しいんだよね。あ、これ使えそう。これって皆さん、的中です。正解、連続よ。やっ、届いて。正解、連続よ。やっ、届いて。ライザさん、お願いします。そこ、ライザさん、お願いします。どいて。お願いします。伸びろ。さあ始めるよ。戦況を変えるよ。一瞬で決めます。当然の結果よ。こっちでも神秘的な木材が手に入るとは思わなかったね。よいしょ。島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。よいしょ。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。取れた。石だってやり方次第で立派な素材になるのよね。そこ。あんた、これこれ。神秘的な力。そこ。また鍵穴も何もないとは。今度はどうやって開けるんだろう。周りにヒントがあるかもしれない。ちょっと探してみよう。これって太陽の模様だよね。何か意味があるのかな。あれ？ここどこなの？おーい、クローディア、タオ、みんなどこ？
そもこの白いところって炎が我々の力の象徴だ。誰？そうだ、我々は炎によって守られている。これ夢？常に炎を絶やさぬよう周囲の者は炎の力によって作動するようにした。絶やさぬ炎も作った。常に炎と共にあらんことを。聞こえなくなった。何なの今の。また炎が広がって白いところで声が聞こえて、みんなは見てないの？いや、むしろライザは扉に触ったと思ったらぼーっと動かなくなってたんだけど。何を見たんだ？この遺跡の記憶か？わからないけど、ここは太陽や炎を大事にしていて、炎の力でいろいろなものを動かしてたみたい。それって何かを燃やすことで遺跡の仕掛けが動くってことかな。何か必要だと思うんだけど。一度この遺跡について調べたこと改めて確認した方がいいのかも。そうだけど、どこか行きてえの？ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。まだまだ営業中だ。おお、これでいい鳥、これでいい鳥、これでいい鳥、これ開発ね。これでいい？ありがとね。せっきょ。これでいい？ありがとう。今後も一緒に。どこへ向かうつもり？よーし、行くぞ。またみんなと冒険できるなんて、なんだか夢みたい。よいしょ。
あんた、これこれ。ちょっと、どこか行きてえのか。よーし、よーし、行くぞ。どこか行きてえのか？どこに行きますか？よーし、行くぞ！調査ノートの補充はできてる。あった！これこれ！今日もたくさん調べるぞ！どこか行きてえのか。よーし、行く。どこに行くの。よーし。どうする？開発ね。これでいい？ありがとね。積極的。これでいい？これでいい？ありがとね。開発ね。これでいい？ありがとう。開発ね。
これでいい？ありがとう。積極。これでいい？これでいい？これでいい？ありがとう。積極的。これでいい？ありがとね。開発ね。これでいい？ありがとう。積極。これでいい？ありがとう。開発ね。これでいい？ありがとね。積極。これでいい？ありがとね。積極的。これでいい？
これでいい？ありがとう。積極。これでいい？ありがとね。積極。こんなところで何してるの？ちょっとお散歩をね。ピーちゃんは元気だね。そうだ、もし時間あるならちょっと座って話さない？うん、大賛成。やっぱりお仕事大変そうだね。ライザが思ってるほどじゃないよ。最初の頃はちょっと大変だったけど、今はもう慣れちゃったし、交渉とかもできるようになったんだから。そんなことまでやってるの？うん、いろんなことやってるけど一番はそれかも。この前は金額交渉でちょっと揉めちゃって大変だったな。大丈夫だったの？正直慣れちゃったかな。よくあることすぎて。すごいな。やっぱり小さい頃からルベルトさんのお仕事そばで見てたおかげだね。とってもかっこいいと思うよ。ありがとう。ライザたちと離れてからの3年間、寂しくなる日もたくさんあったけど、ライザにそう言ってもらえると頑張ってきてよかったなって思えるよ。3年長かったよね。こっちにいる間は遊ぶ時間いっぱい見つけて離れてた時間取り返そう。うん、楽しみにしてるね。行きますか。よし。手がなってないんじゃねえか、ライザ。
ダメだよフィー、その人怒らせると怖いから早く降りて。無視されているようだぞ。ボス、そのまま動かないで、私が何とか降ろすから。いいから放っておけ。え、でも降ろした瞬間またさっきみたいに激しく頭に乗られたらたまらんからな。それにしてもまさかボスがここまでフィーに気に入られるなんて。こいつが興味あるのは俺の頭だけだと思うぞ。まあそこまで重くないからいいがな。飼い主なんだからちゃんとしつけろよ。こいつに怪我させられたらたまらねえ。それじゃあ今のうちに。ありがとう。起きたか。俺の頭はベッドじゃねえぞ。次からは寝ないように気をつけるんだな。いいやつなんだよね。口は悪いんだけど。タオとボースいるかな。見かけたら声かけてみようね。石板の解読は進んでる？ライザ、ちょうどよかったよ。実はついさっき大体の内容を解読したところなんだ。すごい、さすがタオだね。手がかりが少なかったからちょっと苦労したよ。おまけに専門用語も結構あってさ。へえ、それでそれで遺跡で見つけた石板には何が書いてあったの？あれはね、大昔に書かれた建造物の建築法に関する記録だったんだ。すごいじゃん、大発見だね。ありがとう。でも分かったのはそれだけじゃないんだ。僕も解読してて驚いたんだけど、建築技術について調べてたみたいでさ。でもやっぱり途中でやめちゃったみたい。なんでやめちゃったんだろう。解読作業が嫌になったんじゃないかな。ご先祖様技術者だったみたいだし。タオみたいに昔のことに興味がある人じゃないとなかなかできなそうだよね。そうだね。でもご先祖様も僕と同じことに興味を持って調べてたなんてちょっと嬉しいな。よし、もっと頑張って遺跡を調査するぞ。すっごい燃えてるね。私も協力するよ。ねえ、どこに行くのさ。
どこへ向かうつもり？よーし、行くぞ！よーし、行くぞ！どんな依頼があるかな？これならすぐに報告できそう。どこか行きてえのか？よーし、行くぞ！こんにちは。何が必要？これでいい。確かに。これで確かに。毎度ね。これで確かに。これで確かに。これで確かに。またいつでも遊ぶ。どこに行くの？よーし、行く。何にしようかな。何にしようかな。入れる場所は。入れる場所は。入れる場所は。どこに行きますか？ここならのんびり行けそう。どこか行きてえのか？よーし、行くぞ。